皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、対戦相手で嫌な選手ランキングサイドハーフ編について紹介していきたいと思います。まあこの対戦相手で嫌な選手ランキングは毎度のごとくやらさせていただいて、まあ今回はねサイドハーフという形で、まあフォワードとは分けて、ボランチとは分けてね、またサイドハーフだけのねランキングを作らせていただきました。まあここはね、近年結構サイドハーフでねいい選手も出てきていますし、まあ今までの、かつてのね日本代表の選手だったりもね、今回ランクインさせていただきましたんで、まあそちら今回はね、自分の独断と偏見というか、まあ自分の考えでこの対戦相手で嫌な選手ランキングを決めさせていただきましたんで、まあこの選手もいいよなどもあれば、コメント欄に、自分はこの選手などもいいよなどもあればね、コメント欄に書いてくれれば嬉しいですということで、今回はね自分の発表をしていきたいと思います。はい、ということで第5位です。第5位がセレッソ大阪の清武選手です。まあこちらね、かつて日本代表でも活躍していましたし、まあ今ではセレッソ大阪の偉大なキャプテンとして活躍しています。まあ突出したパスセンスっていうのが特徴だと思いますし、まあ足元のテクニックっていうところもね、まあかつて世界だったり、スペインっていうところでもね、活躍していましたんで、まあ世界クラスの、足元だと思います。173センチということでね、まあそこまで身長は高くないものの、まあそれをね、感じさせない突出したパス選手だったり、シュートセンスというところがね、彼の持ち味だと思います。まあ先ほども言いましたが、日本代表でも長らく活躍ということで、まあワールドカップ予選だったり、ワールドカップというところも出場しましたし、まあこの日本代表する、まあ日本代表、日本のね、Jリーグを知っている方だったら、まあ知らない方多いのかなと思いますので、まあ今回はね、自分が清武選手を紹介させていただきました。まあこれからもね、セレッソ大阪のエース、そして10番として頑張ってほしいのかなと思います。はい、ということで続いて第4位が名古屋グランパスのマテウス選手です。まあこちらね、ウィングがやったり、まあサイドハーフというところで、ね、一応今回は捉えさせていただきました。まあ変貌自在のトリブラーということで、まあ誰もが予想しないような、パワフルなドリブルも持ってます。まあそれに加えてね、無回転フリーキックということで、先日も、素晴らしい無回転フリーキックも決めましたし、まあ相手にいたらとにかく嫌な選手だと個人的には思います。167センチということでね、まあ身長は、高くないものの、それを感じさせない、まあ先ほどと一緒ですけど、ドリブルだったり、まあ体格も非常にいいですし、まあ無回転フリーキック、まあシュートというところもね彼の持ち味だと思います。まあそういうところでね、一人で完結できる個の力っていうのは、まあこの J リーグ界においても屈指の、存在だと思いますので、まあこれからね、対戦する方はぜひ気をつけてほしいと思いますし、まあこの名古屋グランパスというところはね、今、非常に好調ですので、まあその攻撃陣を牽引する一人として、このね、マテウス選手を選出させていただきました。はい、ということで続いてです。第3位がガンバ大阪の倉田選手です。まあこちらガンバ大阪の10番として活躍しています。まあ得点だったり、パスもできる選手です。172センチ、60キロ、31歳というところになっています。日本代表も9試合経験というところで、自分的にはね、もっと経験してるのかなと思いましたけど、まあ9試合に留まってるというところですけど、まあガンバ大阪の10番、そしてね、まあキャプテンもやったりしますし、まあ今ではね、ガンバ大阪に欠かせない存在となっていると思います。まあとにかくガンバ大阪でね、宇佐美選手だったり、まあパトリック選手だったり、いろんな選手がいますけど、まあこの選手がね、一番、相手にいたら嫌な選手だなと、まあ個人的に思っています。まあ、ガンバユース出身ということで、まあ、生粋のガンバ大阪の選手だと思いますし、まあ、小さい頃からね、ガンバ大阪のサッカーを、扱ってきてるというか、まあ、ガンバ大阪のサッカーを知っているので、まあ、今があると思いますし、まあ、このね、ガンバ大阪といったら、宇佐美選手とかだけではなくね、この倉田選手にも注目してほしいのかなと思います。はい、ということで続いて第2位です。第2位がセレッソ大阪の坂本選手です。まあこちらね、今季大ブレイクしている一人、まあ今季のね、大ブレイク選手と言っても過言ではないと思います。切り返しの深いドリブルが特徴ということで、まあ切り返しでね、転ぶ選手がいるほど、とにかく鋭いドリブルを持っています。170センチということで、まあそこまで身長は高くないものの、まあドリブラーとしてね、活躍していますし、まあまだ24歳ということで、まあこれからどんどん伸びしろのある選手ということでね、まあ海外だったりっていうところもいずれ目はつけていくと思いますので、まあそういうところもね、含めて、まあまだ知らない方もいると思いますので、注目してみてほしいと思います。まあ先ほど言ったように今季大ブレイクしてる一人ということで、まあね、いろんな選手がいますけど、この選手はね、セレッソ大阪の右サイドとしてね、今季ずっと君臨していますし、まあ右サイドとはいえね、右足のクロスだけではなく、まあカットインして左足のクロスっていうところの持ち味です。まあ今季ね、新加入というところでモンテディはまだから、移籍してきましたので、知らない方は知ってほしいと思います。はい、ということで堂々の第1位が川崎ロンターレの三笘薫選手です。まあこの選手もね、坂本選手に続いてというか、坂本選手を上回るぐらいの、まあ J リーグに旋風を巻き起こした選手の一人だと思います。
178cm、71kg、23歳ということで、まあ大学生ルーキーですね。大学生卒業してから、まあ昨年もですね、2種登録という形で、まあ結果を残していたものの、まあここまで結果を残すのかという形で、早くも川崎フロンターレのキープレイヤーとなっていると思います。まあ川崎フロンターレでスタメンを取れるというのはね、とても素晴らしいことだと思いますし、まあこの独走状態の川崎を牽引する一人としてね、まあ今この三笘薫選手は欠かせない、まあ、知らなくてはならない存在になっていると思います。まあ新人得点記録というところもね、期待されていると思いますし、まあこのドリブルだけでなく、得点だったりアシストっていうところもね、非常に素晴らしい結果を残していますので、注目してみていってほしいと思いますし、まあいずれね、日本代表でも見たい選手になってくると思います。はい、というところで今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、毎度のごとくね、対戦相手で嫌な選手ランキング。まあ、今回ね、サイドハーフ編をやらさせていただきました。まあ、このね、ランキングに入ってない方も、非常に迷って今回5人を選出させていただきましたので、まあ、この選手も、自分的には嫌だよなどもあればね、ランキングなども、まあ、個人的にも、その一人の選手だけでもいいですし、コメント欄に書いてくれれば、まあ、自分のね、楽しみにもなりますので、書いてくれれば嬉しいです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。